して坂、長谷川アリアジャスール、タッチライン際で止まる、なんとかクリアしました。だけで相手がラインが下がっていくのでバイタル空いてきて攻撃としてもプレーがしやすいという話をしていますが、玉際で激しい攻防がありました。あーっと、そしてレッドカードです。この大事な一戦、ソーザの時にはニアサイドでゴールを決めるというシーンが非常に多い今シーズンのセレッソ。やはりニアに来た、外に決まりました。セレッソ先制。さあ左足インスイングのコーナー、マテユニチニアに走り込んできましたが、キーパーの前、ファーサイド、滝谷陽一郎、受けたような仕草、滝谷と清武が抱き合います。まあ、こういうピッチコンディションでしたけど、まあ、ボランチ含めサイドの選手もうまくボールを扱ってくれてたんで、まあ、前の選手としては非常にボールは受けやすかったですし、どういうピッチコンディションであれこういうサッカーできたのは、次につながるかなと思います。来週はルヴァンカップの決勝、タイトルまであと一歩ですが、そのあたりに向けても一言お願いします。まあ、今日の疲れをしっかりとって、まあ、次決勝なんですけど、まあ、全員が、ね、緊張するんじゃなくていつも通り楽しめればいい結果がついてくると思いますし、まあ、初タイトルを取りに行く準備はみんなできていると思います。